どうもかげやんです今日はですね今の現状に満足すると次のステップがやってくるということについてお話ししたいと思いますこれは今僕がいろいろちょっと経験していることでもあるんですけども、えー、今の現状今の現状というかその何かを取り組んでですね、えー、頑張ってこう継続しているとですねその状態というか そのすごくこう満足感を得られる状態というかそういう状態が来るんですね。でその満足感が得られる状態っていうのがえこう続けてずっと続いているとですねえその現状がすごくこう心地がよくてですねえ自分の中ではこういつも満たされた状態になるんですけどもえそれはそれでいいことなんですけどもえその状態が続いているとですねえ次のねステップ にに行くように、えー、導かれるというか導か導れるっていう言い方がちょっと、あのー、こう抽象的すぎるとですね次のステップを踏むその機会その機会が与えられることになるんですね与えられるというかそれは自分で気づく状態になるんですけどもあなんかこういう状態が来たなっていう次のなんかその上の状態というか次のステップの、えー、世界 にこう導かれでそういう状態状態じゃないそういうことがあるんですねそういう次あこれは次のステップに踏む。 ことができる状態で現状に満足してそっちのステップに行かなくてもいいんですけどもえそういう時は喜んでね次のステップを踏んでほしいと欲しいというか僕は踏んでいきましたねほんで次のステップ次の世界に行くとですねそこはまた新しい刺激をいただけるんですねほんでまた新しい刺激っていうのはもちろんその面白,か面白く感じることであったりえ楽しいこと楽しいというかまあ面白く感じるんですねすごくこう よしやっってみたいと思ったりこうもうちょっと勉強したいとか、えー、そういう経験したいとかそういうふうな世界にこう持って いいかかれれるというかそういうそに、えー、僕は感じられたんですねだからその頑張ってね、えー、まずは現状満足できるようにですね、えー、今ある状態を満足するっていうその心の在り方ももちろんあるんですけどもその自分のその状態をこう良くするために努力していってこう継続していくとですね、えー、その。 満足できる状態っていうのが作り出されてですねえ心地よい状態になるんですねそうてそうしてそれをまだそれ,それをしながらその満足しながらどん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 その継続をしていくとえ次のステップの世界が見えるとその機会が与えられるでそっちへ進むそうするとまたそこで新しい刺激を与えられてまた面白い世界が広がるっていう形になるんですねでえ例えばですね あのーえー、ちょっとね僕,その僕は全然能力ないんですけど例えばプロ野球選手で考えますよねでプロ野球選手はまあ,あのー、まあ一般的にというかドラフトでこう入りますよねドラフトでもションテスト数もあるんですけどドラフトでこう入りますで入って努力しますよねで努力して、えー、レギュラーになりますでレギ,ュラーなレギュラーになったら えー、レギュラーで一応レギュラーっていうことは満足するんですけどそれを努力し続けてると次、あのー、例えばそのトップに行くと首位打者とかねそういう状態になりますよねで首位打者がこう、まあ、まあ満足しますよねで満足しながらも努力を続けますよね努力を続けて首位打者が何年間か続くと次メジャーに行けるチャンスが現れるとでメジャーからお声がかかるでメジャーに行く。 でメジャーでまたやることによって、えー、またそのレギュラーになるとかレギュラーが定着するとかそういうふうなちょっとこれは次元がねちょっと。 えー、プロ野球選手やと分一般的じゃないんですけども、えー、分かりやすいかなどうなんですかねそういうふうにこう次の世界次の世界っていうのがすごく広がっていってすごく面白い世界になるというかそういう感じがあるんですねだからそのまずその努力するというかそういう継続する行動を継続することは大切なんですけどもそういうことをしているとどん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 こう螺旋、えー、状にね 上へ広がっていくというか、えー、そういうことがあると思うんですねでだからですね、えー、僕は僕の場合はというか、えー、その方が面白いと次のステップを踏むようにするというかその自分の,その安全領域という,いう言い方でいいんですかね安全領域の中だけにずっといて満足してるんじゃなくて安全領域というその自分が安心する領域 を飛び出して安全領域の外へ行くことによってですねあの新たな世界が生まれるということそっちへ行った方がやっぱりその人生というのはもう面白いことになるんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、っと今の現状に満足すると、えー、次のステップがやってくるというかそういうことについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっしゃーでいきましょうどうも ありがとうございます。